おはようございます。今日有明のスタートです。今日の予定としてはね、和子さんの病院で先週の CT の結果と、あと多分白血球が減ってるだろうからそれの注射っていうことの予定だったんですが、なんと抗がん剤の治療も入ってるそうで、今 LINE ありましてね、すぐ9時ちょっと過ぎに終わるのかと思ったら、お昼ぐらいまでかかりそうな感じでございます。いや今日の動画終わってねえんだよな、どうしようと思って終わります。はい、ほんとこうなんか余裕なくバン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 その日の動画をその日に、リリースする日に焦って編集するっていうのが続いちゃっておりますので、少しストックを持ちたかったんですがダメのようでございます。まあ Amazon は夜6時からなんでね、少し余裕かなと思います。ああそう昨日ですね、仕事取れてないって言ってたんですが、みーちゃんとのお散歩で6時15分ぐらいに帰ってきて、携帯見たところ7時からのお仕事が出てたんで、それ飛びつきました。慌てて準備してお出かけしたもんですから、携帯電話も充電できてないし、イヤホンはできてたのかな、あとはアップルウォッチもそろそろ充電が切れるような状態でしたんで、はい、いろいろとやりながら出発しまして、でお仕事をしたしたら、お仕事がですね、あの千葉市のうつせっていうんでしたっけ、あのマリンスタジアムとか幕張メッセとかあの辺りのマンション群で、戸建ては一個もなかったんですけれども、まあ辛かったです時間ちょっとオーバーしちゃいましてね、まあ時間指定に関しては全部クリアできたんですけれども、とにかく時間かかりました。あんなような高い背の高いマンションでね、一軒行くのにめちゃくちゃ時間かかるんですよ。こんなんでめちゃくちゃ走り回りまして、おお汗かいちゃいました。ペットボトル3本夜なのにね飲み干して、で家帰ってきてお風呂入ってからもまだ喉ガラガラで、冷蔵庫に入ってた飲み物がバカバカ飲みました。はい、あと歩数も寝る前に見たら2万6500歩も歩ってました普段の倍になりますよね。2万6500、今までの歴代で2位でした、測り始めてからね。そんだけもう走り回ったんですね。いや苦労しました。それで全部配り終わったと思ったら、なんか持ち出しの時のスキャン漏れ、僕のミスなのか、バッグに入ってた荷物でミスなのかよく分かりませんけれども、それがありまして、結局1個持って帰んなきゃなんなくなっちゃいまして、ステーションに寄ることになりました。それちゃんとスキャンできてればね、持ち戻りも多分なかったんでしょうけれども、まあ終わったことはしょうがないです。今日からそういうミスないようにしたいなと思います。今日から少し暑さもどの過ぎた暑さが普通の暑さになるっていうことなんですが、やっぱ暑いですよね。少しまともになったと言っても33度予測でした。モタリーズ来ました。またバナナのやつ頼みまして、ウィンクしてるね今日はね。タリーズはなんか冷たい飲み物にアイス乗せるのは全部やってくれるそうなんで、バニラアイス乗っけてもらいました。ではいただきます。アイス欲しい。ちゃんご飯ちゃんと食べて偉いですね。
甘いの食べたからもう食べないかと思ったけどちゃんと食べてます。ね、ここ涼しい ね、下も冷たいんだね、石だからね。もう気持ちいい。ちょっとここで休んでよね。車の中より涼しいね。昨日かなりカラカラ状態になって配達最後の方エアコンを切るという安全策を取ったぐらいでした。皆さんはどこでガソリン入れてますか？僕は習志野市になるのかな、コスモの八つ SS っていうのかな、そこに行ってます。京成の八つ駅の近くのところでございます。表示価格からアプリを使うと4円とか5円とか安かったりします。たまに1円とか渋い時もありますけれども、結構安いんではないかなと思われます。もちろんセルフのところでございますがね。それとあとカードを作るとイオンのカードになるんですけれども、それを作ると最初の50リッターが10円引きになります。はい、これは結構お得ではないかなと思われます。でそこのおじさんが2枚あれまだ50リッター残ってるとか言われてね、うん、でそろそろもう50リッター使い切ったっつったところで、じゃあ奥さんの名前でもう1枚カード作んなよということを言われまして、はい、まあそんなようなところでございます。コスモですね、はい、広瀬ペットローソン、その辺がある近くでその並びでございます。そんなとこですので、ぜひ皆さんも馴染みのガソリンスタンドなかったらここ使ってみてください。僕なんか紹介料とかもらえるか、そんなのないか、はい、ということでございます。ではガソリン入れてきます。ちなみに今日は162円、一般の表示は166円で会員が162円で、そこからまた4円なんで158円になります。はい、それで今日は入れてまいりたいと思います。それでは夕方お散歩来てます。起きてます、半分寝てます。はい、こんにちは。うちの来てあげてくれ、はい、ありがとうございます。みーちゃんよかったね、ばあちゃん遊んでくれたね。今日は日差しがそんなにないんですけれども、湿気がすごいです。もう南風なのかね、もうベトベト、なんかサウナ入りかけぐらいな感じ。俺は今日 T シャツ1枚でいいかと思ったけど、帰ったら着替えないとダメっぽいっすね。はい、いやまだまだ暑いですね。これからアマゾン行きます。今日も4時間これから働いてまいります。先ほど燃料入れまして、やっぱり燃費だいぶ悪くなってますね。10キロちょっとです。経費としても1キロあたりの燃料費っていうのが15円を超えてきましたね。ちょっと、まあこのエアコンの時期はしょうがないんでしょうけれども、はい、それも考えてウーバーもあんまり安いのを取らないようにしないといけないかななんて今思ってます。はい、というわけで今日も行ってまいります。無事に帰ってこれることを祈って。では